こんにちは聞き方を変えて人生を楽にする慶長講師の岩松正文です今日のテーマは、えー、とキャリコンの筆記対策に向けて記憶の仕方というお話をしたいと思うんですね記憶の仕方って言ってもいろいろあると思うんですが今日お話しするのは実際に覚えなきゃいけないものが決まった時の覚え方の入り口基本中の基本というお話をしたいと思います いよいよキャリコンの筆記試験が11月に近づいてきまして受付も先週かな開始になったと思います。筆記試験は1日でやってね面接試験の方は実技の方は4日間ぐらい日程があったりするわけですけども、まあ、どちらにしてもすごい人数が来るんじゃないかなというふうに予想されておりますね。はいまあ、やることは一緒なのでね70点以上取れば合格なので別に構わないんですが現場の運営がなんか混乱しないでほしいなというのはちょっと願わずにはいられません。 3ヶ月近づいてくると、まあ、いよいよ、うん、筆記に関してもちょっと真剣にやらないといけないなっていうふうに緊張感を持たれてる方も多いんじゃないかなというふうに思います。えー、そこでですね今回は実際にその勉強を進める上で今から本格的にエンジンかけるっていう方もいると思いますのでね記憶の仕方ってことについてちょっと触れたいというふうに思います。えー、こんなふうにこの番組の中では傾聴にまつわる聞き方や心の使い方 脳と、ね、心の使い方についてのお話をよくしておりますのでよろしかったらチャンネル登録の方をお願いいたします。またね参考になったら高評価の方をよろしくお願いいたします。えー、っとですね私自身は傾聴の講師を16年しているということで傾聴が専門であることに間違いはないんですけども実は8年間記憶法の講師もしております。300個以上2日間で覚えられる記憶法の講師を8年やっておりましてでただ最近あんまり開催してないんですね。 3月に1回やりましたけども今度たまたま9月の末に1回ありますが、まあ、年内はそれぐらいしか開催する予定もありませんし以前は月1回は必ず2日間の講座なんですけどもやってまして、まあ、2日間やっててあとそれを5セットだから1ヶ月のうち10日間ぐらいはそればっかりやってた時期も 今から6、5、6年前かなはあったりしたんですけども、今はね、傾聴の方に特化して、聞き方の方をよりちゃんとやりたいということでね、そちらの方に集中しておりますので、記憶法の方はまあ、まあ、年に数回できればいいかなというふうに思ってやっております。今のところ開催回数何回ですかね、85回から90回の間だと思うんですけれども、今まで延べ人数でだい体500人弱ぐらいでしょうか、の方に記憶法をお伝えをしております。 とということでですね、まあ、その私のことはどどうででもも、いいんですけれども私自身も、第3回のキャリコンの実技試験、あごめんなさい、キャリコンの試験を、筆記試験を受けたときに、実際にこの記憶法を使って受けたんですね。で、私自身も正直言って、学生時代、覚えるの苦手というか、もうかなり苦手で、あのー、勉強に対する、試験に対するコンプレックスっていうのが非常に強かったですね。自分は頭は頭 その理由についてはね前の動画でもご説明したんですけども試験受けたことないんですよ学校行く時に全部エスカレーターで行ってしまったものでねそのエスカレーターも前向きなエスカレーターだったらいいんですけどもどちらかっていうと逃げたくて試験勉強嫌でね、えー、そういう人生を歩んできたものですから非常に試験に対してネガティブな印象を持った中でね産業カウンセラーの資格を受けた時に筆記試験で落ちましてでそれがきっかけで 1>, えー、1年後の試験に向けてなんか効率的に覚えられる方法ないかなと思っていろいろネットを探してたらたまたまね記憶の仕方を知ることができたのでね。 そそれれを使っって覚えるようになったそれだけのことですですので私今偉そうにこう記憶の仕方を教え,教えますなんて言ってますけども別に私が記憶力もともとよくて素晴らしい成績を収められるから言ってるわけじゃなくてむしろ逆で全く覚えられない人間で試験のプレッシャー感じまくってですね胃が痛くなってた経験がものすごくあるものですからまあまあそういう方にね少しでもお役に立てばいいかなということで、えー、今日はねお伝えしていきたいというふうに思います。 それで本題に入っていきたいんですけども私たちが子どもの頃からどういう勉強のした仕方をしてたかちょっと思い出してみたいと思うんですが、まあ、大体多くの場合はですねノートにたくさん書き出すとかあとはノートをきれいにまとめて覚えなきゃいけないようにノートをねノートにこうきれいにこう整理整頓にしてまとめてそれをこう眺めながら覚えてるってことをよくやってたんじゃないかなと思いますよね。あの英語ななんんかかの場合特にそうですけどもなんかこう赤い なんですかこうビニールシートみたいなのをかけながら単語帳をねこう見ながらこうとにかく反復練習で見て覚える見て覚える見て覚えるみたいなね、えー、でなんか問題をどっかに自分で書き出しといてあのちゃんと覚えてるかどうか確認するみたいな、まあ、こんなやり方してたと思うんですけれどもあのまず基本的なことで言いますと子どもの頃っていうのは無機質意味がわからない初めて聞くようなものであっても それを反復練習したり見るだけでもですね比較的脳に入りやすい時期だというふうに言われてますもちろん個人差ありますけども知識記憶って言うんですけど子供って元々知識がないので何か今までの人生と比較対象して覚えるってことができないわけですよねえ自分が知ってるものに近いから理解ができるとかそういうのがないわけです元かベースがないわけですだから子供の脳みそって柔らかいっていうのはあまあよくスポンジって言いますけども何もないところから その意味を分からないものをビューッとこう入れていく力があるのが子どもの時代ですね知識記憶に非常に強いでこういう時っていうのは、まあ、見聞きしたものをどんどん入っていくっていう時期でもありますし繰り返して、まあ、漢字練習帳みたいに書き出せば書き出すほど脳の中に入りやすくなるってこういう時期があるわけですでところがですね中学生から高校生のに進んでいくにあたってだんだん脳みそが変化していくんですね自分では変化したのわ分からないんですけども脳の方からすると変化していってるんですね どういう風に変化していってるかっていうと体験を伴ったものじゃないと記憶されなくなってくるわけですだから知らない単語とか言われると頭の中もうよくわからなくなっちゃうっていうのは体験が何もないんですよね徳川家15人の名前はただひたすら言われたからといってあの顔もわからなければね会ったこともないってことで体験がないもんですから全然脳の中入っていかないわけですよねだから体験記憶知識記憶から体験記憶に脳の仕組みが変わってくので 体験記憶に近い形の記憶法に変えてってあげないと当然脳の中には入らなくなってくるっていうことになるわけですでところがですね大人になると学生時代と違ってあの勉強をどう,しなきゃどうしてもしなきゃいけないっていう縛りもなかったりあと勉強って言っても幅が広くなっちゃってね社内の資格の勉強を取る方もいればまあなんかちょっと違うあの、まあ、いろんな種類があるわけですよ。論述ももあああれば、まあ、弁護士とかもあるしね職業ににくために必要な資格っても様々あってて様々個個人個人の 範囲内で戻って覚えていかなななきゃゃけけなくなっちゃうわけですで学校とかねありますよ専門学校とかもありますけども覚え方って基本教えてくれないですよね傾向と対策って言って何が出そうかとかそういうねポイントを教えてくれるんだけどじゃあそのポイントを私の脳みその中にどうやったら入れたらいいのっていうのは教えてくれないわけですよね。 なのでどうしても中学高校ぐらいまで使ってた方法と同じ方法で大人になっても脳みそに入れようとするんですねそうするとさっき言ったようにもう脳みそはそういう風になってないのでその方法では入らない脳みそになってるもんですから入らないわけですだからああの適材適所になってないわけです正しい方法で入れてないから正しく入ってないんだけどもその状態を自分で見て自分は頭が悪いとかね あるいは学生時代若い頃は記憶力記憶するの得意だったのに年を重ねたら苦手になったって方も結構いらっしゃいますでそういう方っていうのは何かと,とやっぱここの切り替えができてないっていうことで頭が悪くなってるわけじゃないんですよね、はい、なのでねこの体験記憶に近い形の記憶をここに変えてってあげるといいよっていうのがまず大前提になるっていうねそういうお話なんですねはいでじゃあここに、ね、あの書いてあるの何かと覚え方ってことで さっき言って「見て覚える」とか「書いて覚える」とかあるんですけどおすすめのやり方をねもう今日先に言っちゃおうと思うんですが口に出すですね言うってことです言語化するってことです口に出す発言するという体験にすることによって記憶の定着率が上がるってことです読書を で考えてもいいんですけども読書をする時に目読黙って読んで黙読するよりも音読した方が3倍効果が高いっていう風に言われておりますねはいで。理屈はどうでもいいんですけど実際やってみればわかることなので口に出した方が圧倒的に、えー、と脳への定着率は上がるとでよく記憶の本なんか読むと先生になったつもりで人に説明しましょうって書いてある本私も昔読んだことがあるんですよ その時は、ね、思ったのはね何言ってんだと先生になれるぐらいだったら苦労してないとそもそも脳みその中入ってないんだから説明できるわけないじゃないかと思ってねちょっとイラッとした経験があるんですねだけど実際に自分がいろいろこの8年間ぐらい記憶のことについてもあのやってきた中で分かったことはあのですねもちろん知ってるから言語化できるっていうのはも,もちろんあるんです知ってるから言語化できるっていう一つあるんですけど実はですね脳に 記憶が一番定着されている瞬間ってアウトプットしている瞬間だってことがわかってるんですね意外でしょね、あの知ってるから言えるだけでしょって思うんだけど違うんですよ言うことによって記憶がさらに定着率が高くなるっていうだから言わないと脳に入らない経験ありますよねノートとかテキストずっと眺めてても永遠に脳に入ってくる感じはしないってそれは口に出してないから効率の悪い覚え方してるからっていうふうに言うことができます だから口に出すということは知ってるから言えるんだけどもあの知らないという確認ですよちゃんと理解できてないって確認もできるんですよねはい。で口に出すと全部わかるじゃないですかあここはちゃんと理解できててここはちゃんと理解できてないんだっていうのが言語化するときに自分の中でわかりますよねちゃんと綺麗に記憶が入ってるものはスラスラ出てくるわけですでだけど綺麗に入ってないものは引っかかったり止まっちゃったりもにょもにょもにょってなんとなくこんな感じって出てくるんですね で大事なのは口に出して記憶するというのはどういうことかっていうとその綺麗に出る体験とモニョモニョする体験の両方をちゃんと体験するってことなんですよ。で綺麗に出てくれば安心でしょあの脳の中にちゃんと入ってるから綺麗に出てくるわけだからそこはとりあえず今はもういいよねってなるじゃないですか。でもにょもにしたら気持ち悪いところだけもう一回確認すると一回この体験をしてるので綺麗に出なかったってそうするとですね次に正解を見た時にああこういうことだったんだそうだったんだ って納得すするわけですよところがただ単に永遠とですよどこからどこまで覚えるのか分かんないようなテキストをずっと眺めてこれも覚えなきゃこれも覚えなきゃってただ単に目を通してるだけだと、あのー、何の体験もししないわけけでですすよよただだだ単に知識を入れようとしてるだけだからですねでこれだと入らないのでああそうだったんだってねモヤモヤしたけどそうだったんだと思ってまた覚えてでまた口に出すとだん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 記憶が強化されてっていうのが自分で体験できるんですよ。 そうすると安心しますよね。覚えられてるって思うから。だから、口に出すということは体験。言語化イコール体験ですね。体験することになるので、口に出す。一、ね、回覚えたはずのものを口に出すってことです。じゃあ、どこからどこまで覚えればいいのって話は、これの前の動画にね、あの数を決めるっていう動画があると思うんですけども、まずは全体の数決めてから覚え始めてあげなきゃいけないですよ。 でそれも一気に300個覚えようとかするんじゃなくて、えー、5個だったら5個ずつとか10個だったら10個ずつって覚える数を決めてから覚え始めてあげないと脳ってパンクしますのでちゃんと数を決めてから覚えるで5個だったら5個でいいんですけども5個のことを覚えたら5個覚えたものをじゃあ今から言ってみようって言ってこれこれについて5個説明しますってあの1人でやればいいですよね1人で。 別に人に他人に説明すするだけの余裕があればいいですよ聞いてくれる人がいればいいんだけども大事なのはですよ大事なのはまずは自分の中に入るのを確認取るってことですから、えー、自分一人でブツ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 言いながらあの口でアウトプットしていけばいいってことですねでその方が脳への定着率が3倍高くなるとなので私自身も第3回のキャリコンの試験を受けた時にノート使ったんですノート使ったんですが実はですねノート使った時に覚えるためにノートって使ってないです 使ってないです覚えたものを基本的な口で全部言って確認をしていくんですが時々ね時々ちゃんと入ってるかなって確認するためにノートに書き出してみる書き出し専用ノートですだからノート見ても何が書いてあるかよく分かりません殴り書きみたいになんでとにかく自分の中から出てくるっていう体験を積むためのノートなので別に汚くてもいいんですよ人に見せるものじゃないのでね っていう形で、えー、ここなんで覚え方で言ってま,まずはこの見て覚えるところもうダメですねもうダメですあのできる人はいいですこれ得意でできる人はこれでいいんだけど見てても脳に入ってこないなって人はこれ今今すぐやめた方がいいですそれ以上やっても入らないしそれは子供の頃の中学校とか高校生ぐらいまでに通用したやり方で無理やり覚えようとしてるわけなんで非常に非効率なのでおすすめはしませんやってもいいんですけど私はお勧めしませんで回答を取れるね反復して何個も書く まあ多少入るんですけどもこれも中学高校までが限界のやり方なのでこれもおすすめしませんまた場所が必要ですね道具も必要です書こうと思うと電車の中でってなかなかできないですよね反復で書くとかだからこれやめた方がいいですでおすすめもう一番いいと思うのはまずこれがこれがもう基本です言う口に出す覚えたら口に出す覚えたら口に出す歩きながらでもできます覚える表が先に出来上がっていればその表を見ながら覚えると 覚えたら、えー、とどうかなこうで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 で午後言う出来ぶりじゃないですかだから私ですねチ、えー、ャリコンの試験受けた時に 10, 10日しか机に向かってなかったっていうふうによく言いますでこれ事実ですだけどですねその10日間で何してたかっつったら覚えるための表を作ってたんですねで後の時間は何かと,と歩きながらとか電車の中でとかあるいは病院の待合室でちょっと10分とか15分時間が空いた時にその表を見ながら覚えるんですよで覚え終わったら一人でブツブツ言えばいいじゃないですかどこでもできますよね 電車の中でもできますあんまり大きな声出すと変な人っていうふうに思われますけどもどこでもでもきますね、はい、だから電車の中でただ見てて見てて覚えても脳に入らないし電車の中だと書き出して覚えるってこともちゃんとできないし集中してできないしだけど覚えたものを口でブツブツ言うっていうのは実はどこでもできるんですね、はい、だからね非常に効率的な方法ですねで最後のこの書き出すっていうのも、まあ、これもいいですねでこれはまあ時々僕はやりました でなんで時々かっていうと書き出すすすっってやっぱ時間かかるんででよよあとと場所と道具が必要ですよねだから覚え終わった後に試験って緊張したりその予想外のプレッシャーかかることがあるんで家だったらね自宅だったらリラックスしてペラペラ口で言えるんだけどいざ試験会場行って慣れない椅子に座って、えー、こう緊張した雰囲気の中になったらやっぱりね思い通りにこう入ってたはずのものが出ないことってあるんですよね。 だから若干いつもと違う雰囲気を味わうためにわざと座って書き出すっていうことをするとね家もするし書けもする書き出せもするというふうになればちゃんと脳みその中入ってるよねっていうところのストレス対策っていうかね環境の変化への対策にもなりますので、ねえー、言うか書き出すという、まあ、どちらにしいアウトプットアウトプットプットすると脳に入りやすくなるよってこういうね勉強法をおすすめします。 でそう言われても実際の方はこれ怖くてなかなかできないですで僕も最初怖かったですだって今まで非効率とはいえ見て覚え,覚えたり書いて覚えたりってことしかしたことないんですよ全くね口に出して覚えるって方法やったことなかったんですねだから切り替えるってちょっとね勇気が必要ですだけど考えてみてください今のまま見て覚えて書いて覚えて十分間に合いそうだったらそれでもいいと思いますそれでも合格できる人当然いますのでね、うん、だけどこのやり方はあかんなと <laughs> これだともうちょっっとと間に合わないないか思うんだったらあとはご自身が決めることなのでね絶対こうじゃなきゃいけないとも言わないですしあ,のあなたのね岩松の言う通り言って覚える形に思い切って切り替えたんだけども全然あかんかったって言われるかもしれませんけどもそれはまあご自身の判断なんですがまあ脳の原則から言ったら当然口で言いながら覚えた方があーやりやすいのでね、まあ、全部切り替えないにしても いいいじゃないですか見て覚えたものでも書いて覚えたものでも全部口に出して言ってみるっていうのは別に今からでもできますよね。で正直言います口で言えないことは脳みその中入ってないいですでいくら自分がまとめた綺麗なノートを見たら選択できたとしても同じ形で取材なんかされませんから、ね、その知識としてて入ってるものは必ず口で綺麗に言えますだから覚えたものが口で言える状態じゃなければどちらにしろ不安な状態でいかなきゃいけないので。 まあ全部切り替えるか部分的に使うかはお任せなんですけどもご自身の判断なんですけどもまあ口に言いながら覚えるっていうのをおすすめしますね。でじゃあ例えばね一つ例文を出してみようと思うんですが例,例文っていうかね別にお勉強じゃないんですけどあのスーパーって方いるじゃないですかドナルド・スーパーさんって結構キャリアの理論で出てきますよね。でまあスーパーっていといろいろな面で出てきたりするんですけども。 どううでしょうかあなたはですね今これをご覧いただいているあなたがスーパーについて知ってることを例えば今ねここで動画を一回止めて全部書き出してみてくださいって言われたらあーどうですかねもしよかったらね実際にこの動画一回止めて、まあ、A4 の白い紙ノートでもいいので出してもらって「スーパー」って上に書いてもらってスーパーさんに知ってることを何も見ないでですよ見ちゃダメですよ。全部とりあえずこうバーってできるだけたくさん書き出してみてほしいと思うんですね。 でまあそんなことできない、電車の中だよとかね、そういう時は、そういう方は,では別にこのまま動画見ていただいてたらいいんですけど、できる方はね、ここで一回止めて、よかったら、スーパーについて知ってることを書き出してみてください。はい。で、じゃあね、でスーパーさんでじゃあ、どんなところで有名というか、よく出てくるかって言ったら、いくつか、いくつもですかね、いくつか,いくつかというか、いくつもあるんですけども、まず一番有名なのは、ライフキャリア、レインボーですね,ね。スーパーさんってえば、レインボー。で レインボーの中身の話に入っているんですけどもよく聞く言葉で言うと,とライフステージでライフロールって言葉聞いたことありますかで、まあ、そこの中身のまた話になっちゃうんですけどえっとマキシサイクルとかミニサイクルとか聞いたことありますかねであとは えー、例えばね9つの役割、まあ、最近役割については9つで書いてないのもなんかどっかのテキストにありましたよねなんか6つとか書いてあるのもありましたけどまあ僕が見た時のテキストは一応9つなんで9つと、まあ、対象はご自身が持ってるテキストで書いてくださいあとねえっ、ー、と14の命題この命題は私が受けた時には14個分全部命題 が12の命題っていうのが全部文章で書いてありましたけど最近のテキストはこれ全部羅列してるやつってないですねだけどですねいつだったかな3年ぐらい前の試験にこれやっぱ出てましたね1問だけ出てたのでまあ出るは出るんだろうなと思います、はい、であとはアーチモデルですかね、うん、私のテキストには私が受けた時のテキストにはアーチモデルなかったんですけど、まあ、試験には結構ちょこちょこ出たりしてますよね っていう風にこういう風にこうアウトプットするわけですよ今私何も見ないで出してます別に勉強もしてないですけども今自分が知ってる範囲内でねまあ忘れてるものもいっぱいあるんですが今まあ、たまたま覚えてるものを書き出したのでたまたま覚えてるのは当たり前だよねって話なんですけどこういう風に書き出すわけですよで書き出せれば絶対試験でそれが出れば分かりますよねしかもキャリコン試験の場合は論述じゃなくて選択できればいいわけですから で覚え方のコツね数の決め方っていうのはこの6個だったら6個でいいんだけどもじゃあ中身をどうするかですその6個の中身どうするかっていうことのこの基本をね今日あの口に出すために必要なことなのでお伝えすると単語でまず覚えるってことですよね柱になる単語本で言ったら「大見出し」って言ったんですか何章何章何章で一番大きい章立てのに該当する一番短い単語で書くってことです。 なんか不安になっていっぱい文章を書く人いますけどそれ覚えられるんだったらいいですけどそういう脳みそになってますかね多分なってないです文章を覚えるっていうのはなかなか脳みそは苦手ですねだからそのキーになる単語をまずちゃんと書き出すっていうこのレベルですねこのレベルでそれをきれいにまあ実際にあれですよそのテキスト文全部先にこういう形で書き出すのが一番いいと思いますで まあそれはやってるあるという前提で言うとその中から例えばスーパーさんについて覚えようと思ったらまずこの6個をちゃんときれいに口で言える状態にしなかったらそれより深いものなんか脳みその中に入るわけないじゃないですか。でしょここれれれすすら入らら入ないい人がそれ以上のことと覚えられると思います、ね、たまにいるわけですよレインボーだけグワーってすごい深くやっちゃって後のところが間に合わなかったみたいなこういう人いますけどどっちの方が試験合格しやすくなると思いますかね レインボーだけめちゃめちゃ詳しくて後が全く知らない人ととりあえずスーパーについてはこの6個だってことをちゃんと理解してて浅い人とこれはやってみないと分かんないですどこが出るか分かんないけども知識はまずはちゃんと柱の部分を広く持ってないとおその対応できないわけですよねだからこの第一階層ですよ第一階層の太い部分をちゃんと脳の中に入れるとでそれを何も見ないでですよねスーパーさんについては 6つのことを私は覚えましたでスーパーさんといえばレインボーですとでライフステージライフロールですとでーキきシサイクルとミニサイクルがありますとであと9つの役割があって14の命題があって、えー、っアーチモデルがあります。でこのレベルですよね今私目つぶってやりましたけどもこのレベルまでちゃんと言えるようになってから中身のことを覚えておかないと入らないですよね。で これが入り口なんでもう一段階第二階層目ぐらいまでは1回で覚えてもいいと思うんですけどもまあそれも時間ないんだったらまずはこれだけですよ。これだけのレベルのものを全体に対して横展開してまず脳の中に入れるとあの。基本的な知識を脳に入れてからじゃないと応用の知識って絶対脳みその中に入らないんですよね。だと思いません あの深められても困るじゃないですかだからその前知識として一番簡単な単語レベルを脳にまず入れてあげるでそれに対してそれが一通りですよだいたい入ったらもう一個深い階層に落として勉強していくっていうねでその時の覚え方は今言ったように口に出して覚えるわけです。で本当はですね私は記憶の仕方をね、まあ、少し習わさせていただいたんで。 パッと見たらパッと入ったりするんですけど、でこれはもう皆さんなりの覚え方でやるしかないですよね今ね。で,でだからこれをとにかく覚えるわけじゃないですかで。覚えていいんですよ。見てやろうが書いてやろうが何しようか別に構わないんですけども、覚えたら口に出してみるっていう。今日はここのお話をしたいわけです。で多くの人は確認をしないまま次にどんどん進んでっちゃうんですよ。不安だからいっぱいやんなきゃもっといっぱいやんなきゃって。 で不安なままういっぱい続けてってふとたまに後ろか振り返るとですね曖昧ななな知識しかなくて何にも使えないわけですよそうじゃなくて少ないけど確実な知識をまずちゃんと柱としてボン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 と残していくでそれに対して中身を入れていくっていう形にした方が安心して勉強でできるはずなんですね、はあ、これはもう私自身もそうですし、まあ、私が記憶のことをお伝えしている時でも皆さんの様子を見てても,もう確実にそうですね。 はい曖昧なものをたくさん集めても何にも使えませんので知識としてはだから確実なものを増やしていくとそのためには口に出して口に出してやっていくっていうのが一番おすすめな方法ですねじゃあ口に出して言うんだから別に一人でやればいいんですよ家で一人でやればいいし電車の中で一人でやればいいし歩きながら一人でやればいいんですけれどもでそれをねだけど人間ってごまかしたくなるんですよ焦ってるしたくさんやらなきゃいけないと思うから。 でちょっとね曖昧なところがあってもまあいいやって次に進むことはできますよねでそれを防ぐため自分が怠けるのを防ぐためにちゃんとアウトプットしてね脳に入れるために今日おすすめのことを最後に一つお伝えしたいと思いますポイントですねやり方って言ったらいいかなこれがおすすめです自分がアウトプットしている時の声をぜひ録音してみてくださいそうすると まあシビアですけども逃げられなくなくります今のように私がね目つぶってスーパーについて6個ありますって言って1個2個3個4個5個6個って言いましたこれが自分の中すっきり言える状態になるまで録音するわけです、ね、そうしたら録音しなかったらちょっと引っかかっても、まあ、ちょっとスルーしようかなと思うけどこれ録音聞けば自分の中でもやもやしてたのわかるじゃないですか。ね、逃げられなないいわわけけけです記録が残るるってね別にに誰かに見せるわけじゃないんだけど ね、だから録音してあとりあえず1回でいいですよ1回でも2回でもいいんだけど「はあスッキとりあえず言えたと」と、ね、100点がいいけども100点じゃなくてもまあ例えば95点とか「すっきり言えた度合いか95点まで言えた」と思ったら次に進んでいくと、ね、そういうふうにされていくといいんじゃないかなというふうに思います。 でですすのでね試験勉強いろいろろあります覚えなきゃいけないものがある時は覚え方うんぬんっていうのもあるんですけどもそれを脳にちゃんと定着させるためには口でアウトプットしていったらいいよその方が3倍脳の中に入るんだよってこれだったら皆さんできますよね今自分の方法でやった方もできるのでねぜひやってみていただきたいと思います。 とということでですね、今回は口に出ししして覚えるというお話をしました。今回の、ね、動画がちょっとでも参考になったよという方がいらっしゃいましたら高評価とチャンネル登録の方をよろしくお願いします。それではまたお目にかかりましょう。さようなら。